はい、今日はですね、ウルトラマントリガーの第17話、怒る共演、について、話をしていこうと思います。はい、脚本が上竹澄夫さんで、監督が、越智信さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、前回僕は不参加だったんですけれども、はい、まあ、前週からそのまま引き続きの、まあ、前後編に、なるお話でしたけど、はい、イグニスが、トリガーダークになった、はい、天末というような形でしたね。はい、はい、じゃあちょっと感想の方いかがでしょうか。じゃあちょっとまずびっくりマーボー、はい、お願いします。そうですね、まあ最初に物語に入る前にマクドナルドの CM を見てたんですけど、今回マクドナルドの CM でウルトラマントリガーとかそこら辺 のハッピーセットが出るというらしくて、で CM 見てたらなんとトリガーがスーツで参戦して CM にでちょっとだけ出てて、あ、豪華だなと思ったんですけど、お、豪華だと思った、まあ、後にその本編を見たんですが、はい、今回はそうですね、見どころとしてはガッツセレクトがとっても活躍していて、そうですね、まずメツオ、メツオロチ、メツオロチを遺跡化させて固めらせて、まあ、20時間ぐらい持たせて、そのうちにそのなんかすごい物騒な機械銃器を持ってこう攻撃して、でまあいろいろピンチにはなるんですけど、その真中健吾のファインプレーでこのガッツファルコンをね手動で操縦してメツオロチの角を折ると、うんね、そして最後は三巨人カミーラも出てきてメツオロチを倒したトリガーにこう追い打ちをかけようとするところを、ガッツセレクトの人たちがこうゼットンキーだったかな、ゼットンキーを使ってこう牽制するというシーンもあって、そうですね、それにダーラムがね、それの気づきをね、そうなんですよね、こうね促すというね、あそこはすごかったですね、はい、人の力っていう、はい、そう本当になんていうか、今回ガッツセレクトはもう MVP みたいな のような活躍をしていて、とてもなんていうか、ああ防衛隊がすごい活躍してて、こうグッとくる回でしたね、すごく、はい、あの兵器ってシルバーシャーク G ですよね、多分シルバーシャークメビウルトラメビウスに出てきたシルバーシャーク G のなんか兵器が出て、トリガーの1話にも出てて、シルバーシャーク G のプロップっていうのかな、残ってるのかなと思って結構びっくりして、ガッツセレクトってなんか移動手段でたまに CG で後ろにガンスピーダーみたいなのが映ったりして、ガンスピーダーはなんかね、はい、なんか登下校の時にも映ったりしてましたなんかメビウス要素がちょっとだけあって、僕メビウスすごい好きなのでなんか嬉しかったです。で、ビックリマーボー君が言ってたんですけど、ガッツファルコンがついに有人操縦で出たっていうのが結構嬉しくて、つぶらイマジネーションの方でガッツファ、ナースデスエゴ開発秘話っていうのが配信されてるんですけど、うん、その中で、途中の回で急遽そのアキトから、ガッツファルコンが有人操縦からドローン操縦に変わったっていうのがあって、まあ、いつか来るだろうなと思ってたんですけど、ああここで来るのかっていうのが結構熱かったポイントです。僕はヒマリが乗るのかなと思ってたんですけど、まさかケンゴが乗るとは思ってなくて、ケンゴも、まあ、ウルトラマントリガーとして勝て、まあ、空飛んだりしてるかなんですけど、ちゃんとうまく操縦できておーと思いました。で僕がこう言いたいポイントがその次のポイントで、このガッツファルコンが墜落する直前、人が逃げてるシーンがあったんですけど、はいはい、そこで後ろに小田急線がふーんと走ってたのが僕はすごい面白いなと思って、京王線じゃない、あ、電車が走ってて、電車が走っててなんか、まあ、要検証というか、要検証ってことなんですけど、後日、はい、の研究に委ねましょう、はい、人が逃げてるシーンで小田急線がふ、あ、小田急線、まあ、電車がふーんと走ってたのが、なんかシュールだなとか思いながら、なんか電車が映ってるのが面白かったです。マルールの回でも河川敷で南部線が走ってるのを見てて、そうですね、そうですね、なんかそのやっぱ津浦プロって祖師ヶ谷の方にもともとあったりして、世田谷区のとかあの辺の地域に縁があるなと思ってたんで、小田急線だとか南部線っていうのが映るとなんか昔を思い出しちゃうなと思いましたで、あとそうですね、ガッツセレクトがトリガーの後ろを守ってこう銃を構えてた時も、みんながちゃんとガッツハイパーキーのゼットンキーを使ってたのもなんか久しぶりというわけじゃないですけど、ゼットンキーとかが使われてて、なんかそういうのもなんか僕おもちゃが好きなので結構嬉しかったです。怪獣機も大活躍してますね、うん、そうですね、
今日なんかこうトリガーダークに変身するので結構キーが割と印象的に映されている中で、うん、まあなんか終盤も別の形というかまあ、要はトリガーダークで闇の力に飲まれそうになった冒頭とこうウルトラマンと共闘する形で出るっていうので、まあ、ちょっと対になってるような感じもありますよね。だからなんか前半はこう実弾なんですかねあれっていうのは使って要はあの実際の銃っぽい、はい、実際の銃っぽいもので戦っててなんかなんでそこ気使わないんだよとはちょっと思ったんですけどどっちの兵器が強いのかっていう、まあ、話はあるんですけど、でもなんかなんですかね、最初にこう固まらせるわけじゃないですか、ガーゴルゴンキーで石化する、はいはい、で、固まったメツオロチがこう夕日をバックに、あそこがすごいいいシーン、あの絵は綺麗でしたね思ったんですけど、なんかこう固まっ、まあちょっとこれはその意識してるか分かんないんですけど、少しこうシンゴジラ的な、あそうです、まあ、固まってるっていうのもそうだし、 あとあのメツオロチが復活というか石化が溶けた後に歩いてそこを、まあ、後ろから撃つシーンみたいなところとか、なんかちょっとなんていうか怪獣映画的な雰囲気、うん、まあメツオロチ自体がそのなんていうんですかね、純怪獣的なデザインじゃないですか、うん、だから少しそういうのも感じたっていうのと、まあそれこそタイが人間が戦ってるっていう、まあそういう風でちょっとシンゴジラっぽいなと思ったんですけど、まあ、だからあれですね、シンゴジラ自体もなんかあんまよく分かってないんですけど、最後に固まるじゃないですか、そうです、あれっていうのも、まあ、もしかしたら溶けるかもしれない、うん、でそれこそまあちょっと脱線しちゃうんですけど、仮面ライダーファイズのアークオルフェノクとかも、あれ実際は生きてるっていう話なんで、まあそういう風な感じを感じましたね。そのあれですよね、人間、まあ、シンゴジラはゴジラが自分で固まっ、一旦止まっ活動停止して、まあ、こちらはガーゴルゴンキーの力で石化したってことですけど、人間側にタイムリミットが与えられてその作戦を開始するっていうのはなんか似てますよね、うん、やっぱそのミッション感というかね、うん、やっぱり段取り感、あとはやっぱり小道具が一つ一つなんかこう非常にセンスがいい形 の小道具になってて、うん、まあ、図面とかを電子上で見たりとか、ね、そういうようなところも段取りがなんかワクワクさせられるものはありましたよね、うんうん、パトレイバーのなんかアニメの方の劇場版で確かなんかそういう防衛隊がわちゃわちゃするって回があったんですけど、うん、なんかそういう緊迫感というか人がこう、うん、でっかい大きな脅威にこうやってタイムリミットが来るまでこうわちゃわちゃするっていう構図がね見れてすごくね楽しかったんですけど、はい、辰巳監督がついに地上で戦うっていうのはね、なんか決戦感っていうわけじゃないですけど、確かにいつもはね、それこそ撃てとかねやっている中で地上で戦うっていうのもなんか熱かったですね、まあ、セリフ的にもなんか、うん、地上に出るんですかみたいな、そうです、言ってたよね、ナースデッセイにいても仕方ないみたいなね、うん、ああそうそうそう、確かに仕方ないみたいなのもあるよね、それはね完全に意識的にやってるんだろう、うん、アマゾンズに隊長が出られた方もいて、アマゾンズもなんか思ったりしました、なんか銃器でたかってんのもね、なんかアマゾンズっぽいなみたいな、ちょっとキャストネタじゃないと思いました。あとストーリー、まあストーリーというか関連で言うと、イグニスがやっぱり印象的な回だったけども、うん、ね、イグニスがこう苦悩してるシーンで、うん、リシュリア星人が ついにというかイグニス以外のリシュリア星人が出てきたわけなんですけど、うん、なんかイグニスの衣装ってなんか普通にトレンチというかコートかなみたいな思ってたら、なんかどっちかというとあれなんですね、スチームパンク的な感じだったんですね、うん、リシュリア星人の格好を見てると、なんか革っぽくて、はい、なんかゴーグルとかつけてて、ゴーグルとか帽子かぶってみたいな、そうですね、だからこうそれこそイグニスが極上のお宝みたいな話じゃないですけど、なんか冒険気質の、まあ、民族なのかなっていうのはちょっとなんかね、あそこら辺も割とこうゲスト的な宇宙人の母性の描写とかって、はいはい、ちょっとヘボいこと多いじゃないですかだけどあそこら辺もねちゃんとしてるなっていうふうに思ったし、あとまあ
先週の回があの今回の展開の前編だとするならば、リシュリア星人のあのが滅んだ時のあのことっていうのはヒュドラムとの会話の中で出てきていて、あの実像化されていなかったじゃないですか。でもそれが今回なんか出てきて、それでこうあのイグニスの涙につながっていくっていうところはなんかとっても鮮烈でしたよね。しかも最後がイグニスじゃないですか、あの幽閉されて、それでうまくいかなかったっていうことをちょっとつぶやいて、なんか現実逃避するようにあの寝転がって後ろを向いちゃ寝転がって後ろを向いちゃってから、ああいうこう30分番組のこうアクションのものにしてはちょっとためがあってエンディングになるところとかも余韻がありましたよね。そうですね、なんかこう前回と今回で前後編っていう形だったけど、今回はなんかヒュドラムがあの回想でしか出てこないじゃないですか、まあそれこそメツオロチを置いてったってこと で、ね、まあその代替的な感じなのかと思いますけど、その一方であのカルミラとダーゴンは出てくるわけじゃないですか、だからなんかこう一人ずつこう出してんのかなってちょっと思ったんですよ。ダーゴンも結構なんか大人になってきたっていうかね、単なる恋する男じゃない、まあ、完全に騎士って感じですね、それこそなんかカルミラが引く理由っていうのは特にその力関係的な関係では引く理由ってないじゃないですか、うん、トリガーはもうボロボロだし、うん、トリガーダークもいないしっていうの で、うん、で多分タイにも蹴散らそうと思えば蹴散らせるわけじゃないですか、うん、でそこをこう怒りに任せたこう侵略をこう制すダーゴンっていうのはなんか不思議だなっていう感じがしますよね、うんうん、株が上がりますね、ダーゴンの元ネタのね、ファイナルオデッセイのダーラムも、まあ、要はちょっとこう別のベクトルで戦ってたというか、うん、まあ、グッバイマイフレンド、ディアマイフレンドって言ったように、うん、まあ、ちょっとなんかこう、なんていうのかな、光と闇とバトルするっていうのはちょっと違うメンタリティで戦ってるっていうのは、ちょっと元ネタとはまた違う形で、うん、まあ、そこもなんかヒドラーと違う感じでしたよね、ダーラム、うん、うん、そうそう、そのあたりがちょっとストーリーライン的にも今後に影響するような気がしますね。あともう一個だけ、はい、あのトリガーダークが今回あの、サークルアームズ、サークルアームズを使用したじゃないですか、武器の、ね、武器の、はいはいはい、でサークルアームズってそのデザイン的にこうどっちかっていうと古代のものって感じじゃないですか、うん、あの、なんか枝分かれというか、まあなんか神器って言われてますね、はい、神器で形が丸なんですよね、うん、でそのトリガーっていうのがそのモチーフ的に、まあ、スリーっていう話を結構この特撮放課後でもしてるんですけど、こうスリーじゃないんですよね、円なんですよね、あだ三角、あのエタニティの武器は三角というか三菱ですけど、だけどサークルアームズっていうのは丸なんですよね、だからそのトリガーそのものの力なんじゃないかなってちょっと思いますね。であの3000万年前でトリガーダークがトリガー3人に分かれる、3タイプに分かれるわけじゃないですか、だからそういうのもそのなんだ剣豪が光として加わって 3つに分かれた、なるほどって考えると、そのサークルアームズっていうのが、まあ、トリガーそのものの力なんじゃないかと思ったんですけど、でもハイパーキーさせるやんって話なんですよねハイパーキーって何なんだってちょっと思ったんですよねまあそれはなんかアキトの力を柔軟に対応したみたいな言い訳をしてたと、アキトが対応させたっていう説はある、うん、そこもガッツハイパーキーって言ってるからガッツの力なんだなって思うわけですよ、うん、そこは疑問ですよね、それちょっとなんかそれこそトリガーダークも使ってたから、ってことはトリガーダークっていうのはその3000万年前オリジン的なものじゃないですか、トリガー、それが使えるってことは、まあ、それこそまあ、3000万年前の、ハイパーキーがあってそれを改良した形がガッツハイパーキーなんじゃないかと思いました、なるほど、うん、はい、謎が謎を呼びます、そうですね、まあなんかストーリーラインでもそういうアクション面でもいろいろとこう読み込める部分が多いということで、はい、はい、まあ、じゃあちょっと今週の前半部分はこの辺りで、はい、じゃあありがとうございます、ありがとうございます。